皆さんこんにちは。週に一度プロの迫力のある演奏を皆様にお届けするシリーズの第3回目になります。この企画は新型コロナウイルスの影響で多くのコンサートやライブイベントが中止になる中、皆様に音楽の癒しや安らぎをお届けしようと九州交響楽団さんと我々カウテレビジョンが協力して毎週お届けしておるものです。第3回目の今回は2012年11月22日に開かれました第321回九州交響楽団の定期演奏会の中からブラームス交響曲第1番破綻調オーパス68より第1楽章をお届けします。それでは早速お楽しみください。どうぞ。